まだ。いやいや、まだ、第2回目ということで、ね。まだ話すってね。あの、うん、本来は1回で終わるはずだったんですけど、こういう、せっかく吸ってもらったんで、前回触れたのは、あれこれじゃあ僕は、そう言いましょうか。ライブイン茅ヶ崎。はい、これね、まあ、なんていうの、自主制作映画、8名が、最後の8名がですね、でのようなものをやって、はい、バッといきません、ね、ボーイズ&ガール渋谷時代、ね。はい、そして、日本のロマンポルノ、噂のストリッパー、ね、ピンカに、この前回にも話になった、うん、あ、その話しますね。そう、うん、森田芳光監督のデビュー前のネタ帳って言えばいいんですかね。アイディアノートというかね。アイディアノートっていうのがあるっていうのは、映画だけじゃなくてね、ギャグとか。この中にも書かれていたんですが、はい、ビジネス100選とか、ね、はい、その実物をそのスタジオにお持ちいただいて、はい、それはあまりにも僕、衝撃的だったんですよ。うん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 、っていうのは、本当に手が